ラジオネーム大阪サブロー空港、ラジオネームそうだね、大阪サブロー空港ね、はい、知らねえ外国人の知らねえ外人のモノマネをして勝ち進むでおなじみグッチ雄三が NHK 朝一でこんなこと言ってやりました。今日も今日とて知らねえ外人歌手を紹介するコーナーの進行するグッチ。その中で日本にも R&B のうまいでかい歌手がいますよね、あの人 R&B つっても理不尽&暴力ですけどね、発言してました。おいおいおい、有吉さんが和田アキ子さんと共演するときに絞り出したあだ名リズム&暴力の完全な後乗りじゃねえか。それもリズムで持ち上げて暴力で落とすという高度な技を使った有吉さんと違い、理不尽&暴力って単なる悪口じゃねえか。まあグッチが後乗り引きをやろうなのは4年前に放送された芸能人料理王を決める番組で、なぜか第1回大会なのに暫定王者として予選免除されてそのまま優勝しやがった時から知ってたけどな。反省したならハゲと一緒にもう一度ロボイツキみたいな分かりやすい歌手のモノマネからやり直せ。これは完全にでも俺のでしょうね、そうですね、リズム&暴力って言ったのを理不尽&暴力って言ってますからね、ちょっとあら嬉しいな。大御所がね、嬉しいですよ。取りましたね。あら今日はもう終わりです。以上、ラジオネーム大阪サブロー空港、ラジオネームそうだね、大阪サブロー空港ね、はい、知らねえ外国人の知らねえ外人のモノマネをして勝ち進むでおなじみグッチ雄三が NHK 朝一でこんなこと言ってやりました。今日も今日とて知らねえ外人歌手を紹介するコーナーの進行するグッチ。その中で日本にも R&B のうまいでかい歌手がいますよね、あの人 R&B つっても理不尽&暴力ですけどね、発言してました。おいおいおい、有吉さんが和田アキ子さんと共演するときに絞り出したあだ名リズム&暴力の